度でもやり直せることばかりじゃない。もう二度とここには戻れないんだと今を胸に吸い込む。コアグローブ使って僕一人じゃなくて、まあ、平瀬さんと一緒にプレーしてるっていう気持ちで、場所に着いたどんな日も心が諦める。石見追加、惜しくも敗れました。許さなくなった立ち上がった日はその手が。またこのグローブで甲子園で活躍してほしいです。来年も今からもずっと使っていきたいと思います。恐るべし2年生エース小島和也、ちょっと大丈夫でしょうか。あれ返し君だ、君だ。自分が全部投げ切って悔しさを晴らしたい、その気持ちだけです。ストレート155キロをマークしました。これほど最高な3年生は他のチームにはいないなと思います。剛腕安楽、甲子園を去ります。勝ち取りです。はい、勝ち取りです。はい、怖いとは思えないぐらいかっこいいっす。3年生が果たせなかったその夢をもう一度追いかけていきたいなと思います。ウィニングボールを川崎に渡したいと思います。一人でマウンド守り抜いてきた坂東。ありがとう。はい、これ。ありがとう。清涼泉、清涼泉、綺麗な散髪せないかな、これ。いやいや、連覇という責務を背負い続けた1年間がここで終わりました。自分たちはほんまに全て力を出し切ったと思うんで悔いはないです。初優勝をかけて群馬前橋育英宮崎延岡学園、9回の裏ツーアウト、那須が登場しました甲子園。大きく吠えた高橋光成2年生。
2年生エース高橋光南を右腕に導かれ、群馬代表前橋育英初出場初優勝。